のトップ賞は木下さん、秋山さん、お見事でした。はい、ちなみに皆さんは1、2、4、どうやった？どうでした？俺え？お、はい、勝ってます。すごいじゃん。あ、だからそっちに集中しすぎて、ちょっと待ってくださいよ。子供の笑顔はちょっと引かせなかったかもしれないけど、だからたまに見える高級時計が嫌やった。そうですか。元冬木さんにもらった。宇宙のさんにかけてくれたんやな。そうですね。いや、よかったですね。どうどう、面白かったね。面白かったですね。汗かきましたよ。燃えたわ。かきました。これわかんないですけど。喉乾いたから浜名湖の水一口飲みたいけど。本当ですね。じゃあ今日ね、チアガール。はい。すごかった。ね、よかったですよ。あの急待ちしてるところ。乗ってるよ。いつ来るんだろうっていう。結構突然でしたよ。でも間違ってないよね。完璧やったね。本当ですか。なんか短時間でね。15分で覚えました。ね、すごいよね。仲悪いのにやっぱり。一言も喋ってない。裏側。嘘嘘嘘。嘘嘘嘘。仲いいもんね。仲いいですね。昔はもね、本当にも上がらない腕はね。はい、上がらない腕をちょっと頑張ってあげました。そんな年なの？ちょっと若く。で、なんで自分の出身地長崎の言えなかったの？いや、なんかちょっとつぶっちゃって。また違うんでしょ？あれ？長崎？出身も？出身も年齢も？出身もじゃない。二人もカウントしてたの？えっとってなっちゃった。面白かったです。初めて生で見たんです。そうか、そうか。だから、もう迫力あって。あー、聞きましたよ、ほら。あー、どうでしたか？ちょっと前まで、ね、本当に空きがあったんですよ。うん、それはさ、嘘つきますね。でも仕方ないですよ。誰もいなくなっちゃいますね。言われね、大きい声で。伝わりました、このビビリムード。いや、分かった分かった。緊張感ね。確かに大声出されんねやろな、一人やし。この中で島崎さんが一番大きな声出した。島崎です。めっちゃ言わないと。それこっちにも聞こえてましたよ。マジで。全然聞こえてました。その声に動揺してピット答えを送れたんだよ。やっぱね、や声出るな。皆さんのね、地元弁で出身の方がいらっしゃったら、やっぱりいやー、大きな声出る。これが甲子園のね、そういうことですよ。確かにね。そういうことね。最後の桐生選手、やっぱり淡々としたというか、いつも通りのレース。そうですね。でもレース上がってきてからは結構笑顔も見えたので。あ、そうでしたか。レース前よりはすごくリラックスしてるような感じ。やっぱ当たり前ですけど、びちょびちょなんですね。暑いんですね。暑いんだ。後ろ走るともうその回数でびしゃびしゃになります。あ、その前やから。そう、前だから。あれはもうこの時ないやな。汗ですね。水しみ。いや、お天気しゃべったら汗やって声優に言われた。まさかの試合があるからも言われた。そうですよ。やっぱりこうやって強い人が勝ち上がるんですね。当たり前ですけど、こういう甲子園という形式でも第1回っていうのにはやっぱ名前は出せたいですよね。出したいわ。やっぱりやっぱ地元の徳松選手にちょっとね、頑張ってもらいたいんですけど、この優勝旗のところに第1回っていう感じで、ピロンって名前が出てもらえればそうですね。ちょっとね、大事ね。したいですね。ぜひ皆さん明日、ね、ぜひボートレース浜名湖で行われますので期待してください。今回はトップ賞で予想待てたんで、木下さんがうなぎ弁当を買ってくれます。ぜひ皆さんでね。いや、なんでスタッフもよって言ってるの。こっちはまだわかるんですけど、スタッフもよって言ってるから。楽しみにしております。本当に皆さん、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。マイク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 マイ